今日はですね、なんと日経平均が暴落してですね、新ニーサとかで、初めてなんか S&P500 買いましたとかオルカン買いましたみたいな人たちがうやーと、阿鼻叫喚、している状況ですけれども、まあああいう S&P500 みたいなインデックス投資っていうのはですね、こう長期で見て買わないとダメだよって僕多分動画とかでも言ってたと思うんですけど、リーマンショックみたいなこととか、そういうのが時々株式市場にはですね、イベントとして、悪いイベントが起きるんで、そこはとりあえず長期保有で、持っておきましょうと、いうふうに言ってたつもりだったんですけれども、みんなどうなんだろう、売りに入ってんじゃないでしょうか多分。今回ですね、なんとですね、ブラックマンデーと言われるですね、米国株が急落した時に煽りを受けて、日本市場もですね、急落したんですけど、なんとね、今日も4500円ぐらい安くなって、日経平均株価は下がってるっていう風な話でしたけれども、当時、ブラックマンデーを超えて、過去最大の下げ幅になった、これ一番大きな理由というのは多分 SNS が普及したことだと思うんですよね。で、みんな最近本当に新ニーサで始めたような人たちっていうのは、過去を知らないんで、過去にこんなことが、こんな怖いことがですね、よく起こっているってこと、これ僕も言ったつもりなんですけれどもね、本当に、恐怖心でもう売っちゃおうみたいな感じで、もう連鎖売りみたいなことが起きちゃったんじゃないかなと思います。大阪取引所が、日経平均先物に売買を一時中止するサーキットブレーカーを発動したということで、サーキットブレーカーなんか、もう聞いたことないですよと。いや、僕一応証券外務員一種の資格持ってるんで、一応勉強はしたんだけど、こういうことってやっぱ起きるんだな、みたいな。はい、ということで、売買代金もですね、東証プライムの、過去最大の売買代金になりましたし、それに連動してですね、円安が進行しまして141円台まで、ごめんなさい、円高が進行しまして141円台までなんと160円をつけたの、いつだったっけ、1ヶ月ぐらい前だっけみたいな感じですけど、20円近くも変わったということでですね、本当株売り円買いの動きが加速しているということで、この先本当に読めないですね。明日また急騰するかもしれないし、急落するかもしれないし、で、この状況、なんでこんな状況、まあ、さらに売りみたいなことが起きてくるのかって、もう一つ理由があって、それはですね、株券を担保にして融資を受けてる人たちがいるんですね。融資を受けて、さらにそれで株を買う、いわゆるその信用取引みたいなことをやってる人たち、こういった人たちがですね、お衣装と言われる、まあ、恐怖のお衣装ですけど、株を、まあ、売るか、お衣装払うか、みたいな、そんな感じになるわけですけれども、お衣装払えないってなると株を処分されるんですね。で、株を処分されるとさらに下がるということで連鎖反応が起きております。それが SNS のおかげでですね、さらにですね、火に油を注ぐような結果になっている。これが、今回の日経平均株価4451円も安くなったと思う。ストップ安の銘柄がですね、続出しているということで、そういった状況になっております。これですね、株というのは、こうやって、まあ、世界のですね、イノベーションのね、まあ、要は富を生み出す力というのはですね、まあ AI の発達とかこういったことでですね、衰えていないし、これから ますます加速していくと思うんですけれども、こういった一時的な調整というのは今後もあり得ます。まあ株で勝つ唯一の方法というのは長期でもってですね、唯一の方法ってわけでもないですけれども、まあ普通の人がですね、勝つためには余裕を持って余裕資金で、じっくり持つと。今回株安になっても株、まあこれもう一つ、これ、レオスキャピタルワークスって会社は、まあ、ひふみ投信の藤野さんから聞いた話なんですけれども、いいこと言ってんなと思ったのは、要は、こう今下がった状態で、冷静に見てこれを売るのか売らないのかではなく、
同じ値段で買える別の株を見て、どっちが成長性があるんだ、どっちが株価が上がるんだと、長期的な視点で見てですね、冷静に判断すべきなんじゃないかなと、そういうふうに思いました。まあでも多くの新NISAとかでですね、株を始めた人たちは本当に恐怖におののいていると思いますが、よくあることでございますということで、皆さん冷静な判断をお願いします。いってらっしゃい。